2022年に入った直後、今まさにウクライナ侵攻への参戦をロシアから誘われている北朝鮮が超音速弾道ミサイルとされる物体の発射を繰り返しているよね。その脅威への対抗手段として日本は2022年度防衛予算の研究開発費にレールガンが計上されているようだぜ。これに関して、1月12日に放送された BS 日テレの真相 NEWS で小野寺逸則はじめ防衛省と、小原藩司笹川平和財団上席研究員が出演して語っているみたいだね。さて今回はその内容からレールガンの実力と可能性、そして今後の課題などについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。最近話題となることの多いレールガンだけど、どういったものであるかと一口で言うと、火薬を使用せず、2本の通電性良好なレールに高電力を流し、その電気エネルギーによって磁場を発生させてレールに乗せた弾から弾を射出する電磁砲と呼ばれる次世代兵器のことを指しているんだ。すでに試験試作段階で 200km 以上の長距離射撃を可能としており、理論上では火薬で発射する銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べて低コストかつ連射が可能であることも分かっていて、飽和的ミサイル攻撃などへの対処が可能な兵器として期待されているよ。防衛装備庁が試作したレールガンの発射試験においては発射初速 2300m 秒で、約マッハ6の初速が観測されており、それは戦車砲の発射初速1700から1800m秒をはるかに上回っていて、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾の対処手段として期待を膨らませており、2022年度防衛予算において65億円の研究開発費が注ぎ込まれているね。当兵器が取り上げられた真相ニュースの中でキャスターからのレールガンを開発するメリットとは?の質問に対して、小原上席研究員は弾からだを非常に高速で遠い目標に到達させることが可能だと考えていて、ミサイルなどに対しても弾からだが到達するまでの時間が短く、連射ができると聞いているとして、米軍による地上試験では射程 370km との報告があることと、連射性能の向上の可能性に触れた上で、弾からだに火薬を入れて爆発的効果を持たせなくても超高速弾としての破壊力が大いに期待できると述べたよ。その後のキャスターからの強力な磁場を発生させるには、そのための装置が必要になるのか?との質問に対しては、アメリカが10年間開発を続けてきて結局うまくいかなかった理由として、高電力を出力する電源装置の開発が困難であったことを挙げ、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置の開発が難しかったことが理由だったのであろうと指摘したんだ。また、現状において艦載が可能な艦艇として統合電源システム IPS インテグレイティドパワーシステムの役を持つ、ズムボルト級駆逐艦が挙げられ、IPS が大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムであることからレールガンの発射は可能であるとしつつ、実際は発射に高電力を要することで他の電子装置が使用できなくなるために艦載は難しいとした上で、日本ではこのような電源システム関連の研究が進んでいて、アメリカよりも技術の優位性があることを示したよ。この分野においては、日本の技術はアメリカを上回っているってことだね。次に小野寺元防衛省が、現在のところ発射されたミサイルを撃ち落とすのに非常に高価なミサイルを使用する現状を鑑みて、低コストかつ連射が可能なレールガンの有用性をどう評価しているかとの質問に対し、以前2012年に初めて防衛省に就任した時からレールガンについては周知しており、そこで多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うようにとの指示を出していたことを明かし、2017年に2度目の防衛省として就任した際にはすでに試作機が製作過程にあり、その段階においてかなりの性能を持つことを感じていたと述べたよ。しかも、小野寺元防衛省は現在自由民主党内の防衛大綱を議論するワーキングチームの座長という立場から、レールガンの性能を向上させるために予算計上など応援をしているとし、小原研究員と同様に日本が持つ先端的な電気関連システム研究に期待を寄せているとした上で、
陸上配備で対応可能としながらも、日本の専守防衛の観点から飛来する敵国ミサイルを確実に撃ち落とすには航空機への搭載も視野に入れつつ、日本にとって必要な防衛兵器の一つとの認識を改めて示したようだね。さらに真相ニュースではレールガンの課題と軍事的なゲームチェンジャーとしての可能性について触れ、大きな電力を供給する電力源の確保や変則的な軌道を見せる極超音速誘導弾の迎撃に本当に有効であるのか、そして今後巨額に膨らむ可能性が指摘される研究開発費問題などについて両氏に質問が矢継ぎ早にされたよ。まず電源問題に関しては小原研究員も実用化への一番大きな課題であるとして、電源を常時確保できる環境になければ蓄電池などの装備が必須条件となり、そうした場合は放電した後の蓄電に時間がかかってしまい連射不可能であることを指摘したが、現状として電源システムや蓄電池の技術において日本は世界でも優位であり、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったならば電源システムでその優位性を活かすべきであると述べたんだ。次に、極超音速ミサイルの変則軌道への対応に関しては小野寺元防衛相が、このレールガン一つで防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムや PAC-3 ペトリオットなどの現在あるシステムも合わせて複合的に防衛するものとした上で、レールガンも含めて飛来する目標に標準を合わせて迎撃するということだけの発想にこだわらず、当たらないまでも近距離で炸裂弾として使用するなど様々な可能性と発想を研究すべきで、それはまだ序章に過ぎないと述べているね。また、小原研究員は極超音速ミサイルの特徴に関して、速度が上がれば上がるほどその運動性が低下することを指摘し、しかし高度を下げてしまうと空気抵抗によって速度が低下することから、変速軌道を取れるのは空気が薄い高高度で目標に近づいて高度が下がれば最後には垂直的に落下することを指摘し、その際にレールガンの連射で迎撃ができれば超音速でも撃墜は可能であることを明かしたみたい。もともとレールガンの開発は1960年代から構想があったが、本格的に動き出したのはここ10年ほどのことで実現性を疑う声も事実あるのは隠しきれないわけだが、小野寺元防衛相は在任中に防衛省のエリート幹部がレールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく対艦攻撃への活用などへの構想もあり実現する可能性は極めて高いとしているよ。前人未到の領域に日本が踏み込むってなんだか誇らしいよね。さらには日本とアメリカの共同開発が実現すれば同盟強化にも拍車がかかり、2028年までにテストを終えて実用化に進むか否かを注目したいと述べたみたい。小原研究員は2028年までに開発を終わらせること自体かなりの速度であり、そもそも日本がこのように急速な技術開発を進められることを具体的に見せることで抑止力を高めることにつながり、さらに日本が主体性を持ってアメリカと共同開発を進めていくことで、ロシアのウクライナ侵攻の裏において密かに何かを企んでいるような中国がこれまで主体性が全くないと見ていた日本を見る目が変わっていくだろうと語ったよ。そして日本が先の未来で、革新的な技術をさらに高めて軍事的ゲームチェンジャーのようなものを開発し続けられるようになれば、日本にむやみに手出しすることを躊躇することにつながり、強いては戦争を起こさないことにも貢献できるとして、小原研究員は日本の技術を活かした新しいゲームチェンジャー技術をどんどん進めるべきであると自称への幕を開いたんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。